古田新は日本の俳優、声優、DJ。本名、古田学士。愛称は、古人。兵庫県神戸市西区出身。リコモーション所属。身長173センチメートル。体重70キログラム。芸名である、新田は、父の本名に由来する。当初は同じ表記の、新だったが、劇団新幹線のチラシに。 進化と誤記されたのをきっかけに今の芸名になった。妻は元タレントの西畑弥生、和ずあり。少年時代はジャイアントババやロックグループのキッスに憧れていたが、小学校の行事でミュージカルを見た際、役者になればいろんな人間になることができると思い俳優を志す。中学校には演劇部がなかったため、役者には体力も必要だという思いから、 運動部に所属した。中学校に入ってからバンドを組み、高校ではライブハウスに出演する傍ら演劇部に所属し、木下淳二の儀曲、ゆうズルの予表や別役実のるの作品に出演していた。お笑い好きであり、コントユニットを結成して活動していたこともある。高校生時代の17歳の時、漫画好きな若者として、NHK 教育テレビジョン、u に パネラーとして出演していた。1984年、兵庫県立井川谷高等学校卒業後、大阪芸術大学芸術学部舞台、芸術学科ミュージカルコース入学。しかし3年時から学費を払っていなかったため、後に除籍処分を受ける。在学中は、秋浜里氏に指示し、下手な演技力をどうごまかすかなどの実践に役立つ、実習を受ける。同年、 太陽族という劇団に所属していたが、大学の先輩である渡辺一景に誘われて、劇団新幹線公演、宇宙防衛軍秀丸に出演。当時の新幹線の公演には2000人近い集客があり儲かると渡辺に言われ一度だけの約束で参加したがいつの間にか所属俳優にされていた。が、渡辺と加計と塩が同時期に脱退してしまい、 集客が激減。当然全く儲からず、後に、古田は渡辺一慶に騙されたと笑い話にしている。しかし、この遺跡がきっかけで、現在の事務所に所属し、以後多くの作品に出演。現在でも新幹線の看板俳優として活躍中。同時期に活躍していた俳優には、葉の秋などがいる。なお、プライベートで不祥事を起こして、 劇団ビタミン大使 ABC に所属したことがある。売れていなかった頃は、道頓堀の金流ラーメンでアルバイトをしていた。自身及び新幹線の代表的な舞台でもある、ドック路上の7人では、主役と悪役を一人に役で演じた。関西学生演劇ブームに乗り、関西を中心に、テレビ番組にも出演するようになる。読売テレビのコント番組、現代用語の基礎体力。 無意味だす、未確認飛行、ぶっといなどの深夜番組で、劇団外は小町のやりまくり三助や、ハノラとレギュラー出演して、評判を呼ぶ。番組の成功とともに、古田自身もラジオ番組、オールナイト日本のパーソナリティを務めるなど全国区に、進出。オールナイト日本には、長年担当していた、ビートたけしの後継として木曜一部に登場し、 用舎ない下ネタと自身の大好きなハードロックをかけまくるプログラムで大きな支持を得たが、特に下ネタの過激さは相当なもので、オールナイト日本放送開始から終了までにスタッフが始末書を書かなかった週は2回しかなかったとも言われる。ハードロックヘビメタルを流していたことに関しては、タクシーの運転手の間で評判が悪くチャンネルを変えられる等の苦情の声があったが、古田は この件に関し、いやいや、オイラはタクシーのうんちゃんに向かって放送してるんじゃなくて、36局ネットというのを利用して、AM でハードロックが聴けない地方の学生のためにやってるんだ。と反論し、最終回まで徹底して流し続けた。キャッチフレーズは、世界で一番偏差値が低いラジオ番組であった。同じ時期、大阪での活躍が認められ、 夢の言う眠り者や第三舞台の公演への出演も増える。舞台以外にもテレビドラマ、バラエティなどにも出演しており、タレント、声優、ラジオパーソナリティとしても活躍。また、雑誌のコラムを手掛けるなど、俳優の活動にこだわらず様々なジャンルで活躍している。アメリカのプロレス団体、WE のファンであり、テレビ出演の際にも、 いろんなスーパースターの T シャツを着ていたり帽子をかぶっている。なお、着用する T シャツ、帽子などのグッズは全て私物である。特に若い頃は細身であり、食事に対する執着心が薄かった。かっこたるポリシーがあって、携帯電話は持っておらず、アナログ人間の側面も持つ。代表作の一つである、キサラズキャッツア,ーアイでおじい役を演じているが、 当時舞台の仕事があったため、どうしても途中降板する必要があった。そのために、脚本の工藤勘九郎に、オジーを死亡させてほしいと志願し脚本が書き換えられ、結果的に前半のクライマックスシーンかつ、木更津キャッツアイの代表的シーンとなった。無名時代は、勝村正信の実家にたびたび泊まっていた。事務所が運営する劇場、CBGK 主部劇の、 劇場アドバイザーを務める。また、同劇場のスーパーマスコット、フルチンのモチーフとなっている。若い頃から女性問題や離婚の危機などをメディアに掻き立てられることもあったが、家族思いであり、トーク番組で危機として娘のことを語る一面もある。ドラマ、アマちゃんでは、元ダンサーのアイドルプロデューサー荒牧太一役を演じた。ドラマ内で踊るシーンがあり、 暦の上では、ディセンバーの振付担当をした振付師の機能した、夏子から、実は、古田さんが、一番上手い。私の振りを見ただけでダンスをすべて覚えてしまうんです。と古田のダンスを評価している。また、暦の上では、ディセンバーは、トンネルズの皆さんのおかげでした。食わず嫌いを決定戦の、罰ゲームで披露している。喫煙者。若い頃、 理科の授業で使うプレバラートを食べさせられたことがある。音楽好きが講じて、棚木でフェス日本一おもろいバンド決定戦を2017年から個人で開催する。参加バンドには、内首獄問動公開やヤバイ T シャツ屋さん、4星球などがいる。劇団新幹線その他公演中止。ありがとうございます。